まあ、とりあえず何か雑談的に話しましょうか。うん、はい。うん、ワーシュの方ですごいこうニュースというか、あのサウさんにこう報告した方があった方あ、報告した方がいいなっていうことは、ええ、あ,のあれなんですよね、なんかあのすごいこう本を読んだんですよ。大江健三郎の「蔓、ま、延元年のフットボール」っていう長編小説ですね、はいあ。僕も名前だけは知ってます。ええ、読んだんですけど、 それがね、あのー、すごい傑作で、あのー、今までこう自分のまあ50年間ぐらいの、まあ、時間としては長いんですけどあまりこう文学作品とか読んでこなかった小説とかたくさん読んでるわけじゃないからそんなにこう目利きというか、あのー、いろいろこう分かるわけじゃないんですけど文学全般いろんな作品をこう少量してきたこうわけじゃない。 ので何とも言えないんですけど、あのー、1、2を争うぐらいの、あれでしたよ完成。完成度っていうすごい本でしたね。うん,うん、小説で。すごいですね、なんか。あの、読んで、あ、これは、まあ、ノーベルー賞取るのかなっていうふうに思いました。うん,うん。うん。それぐらいのらい書,かい書かれた作品なんですか ?1967 年ぐらいに書かれて。あ、じゃあ結構古い作品なんですね。古い。うん。うんこれはまあ、 それはまあ、だと、これだったらまあ、ノベーションって言われてもまあそうだなってう。うん。すごいあっちううに思いましたね。あのまあ、そういう必要があるんだっていうふうに思って。うん、ああ、古い作品なんで別にネタバレとかも全然構いませんので <laughs> ん<な>、うん。ネタバレっていうかね、これネタを隠してっていうんじゃないんだけれども、なんですかね、簡単に説明できる話じゃないんだよね。あすごく複雑で。 でまあ、どんな感じの話かって言えば、今多分話題になってるような、福田村事件とかみたいな感じの話ですよ、うん、なんか。ああ、そうなんだ。そう。そういうのがテーマの話だけど、でもそういうふうに多分、だからその福田村事件の映画とかみたいに、ある程度話の構造が単純化されてるわけじゃない話はすごく複雑だからっていう。うん。うん。簡単にまず説明できるような話ではないっていう感じですね。んなんか、うん。そのは話のあらすじっていうのは うんうん、もちろんこういうキャラクターがでてきて、ね、みたいな感じとかで言うことはできるんだけど、読まないとわからないっていう読まないとわからない<ー>、うん。ただもう絶対読んだ方がいいと思うよとは思います、ね、なんかあと、佐藤さんの好みにも合うかなっていうふうな感じます。あ,あそうですか。あある多分福田村事件みたいな話だからああ<ー>。うん。へえ<ー>。で、僕、今まで、ね、読んでなかった、大江健三を読んでなかった、 一応理由はあるんですよ、なんか。うん、昔ね、福田和也さんが結構、まあ、その、日本のそういう作家の、まあ、星取り表みたいな、まあ、点数みたいに評価したような本みたいな、結構ベストセラーになってる人があって、まあ、福田さん自身も結構そういう活躍した頃に、うん、今病気になって全然こう見る影もないけれども、なんか、あのー、まあ、その中で大江さんの項目みたいに見てみたら、 なんかもう、なんか100点満点で12点とかぐらいで、なんかこう、最高のアホ作家みたいな感じで、まあ、抱えてて、ゴミクズみたいな作品ばっかり書いてるみたいな感じで抱えてたわけ。でも、そう、大江さんより下のダメ作家って言ったら、多分そう、福田さんの、もう、採点だと、船戸雄一とかぐらいしかなんかいないような、船戸雄一は0点とか、そういうぐらいとかなんかなってて、うん、100点満点で。で,で、ああ、 なんかあんま面白くないのかなみたいな思っちゃったんですよね。なんとなくその時に。そこまで言うんだけど、福田さんの別にその愛読者とか福田さん信者とかじゃなかったんだけど、うんうん。なんかその0点で、ね、なんかその11点とかぐらいだったら、うん、なんかまああんま面白くないんだろうみたいな感じで、でなんか他のなんかそういう、例えばそういう村上遥と88点とかついてて、大江健三郎12点とかそういうふうにだからそうついてると、 まあダメなんだよ、みたいな感じを持って、別にうまなくてもいいか、みたいな。そのなに、なんか、熱心じゃない、その、小説、熱心に読んでるわけじゃないから。で、なんかあんまり読む機会がなかったっていう。が、まあ一つありますよね。で、なんかあと雰囲気的に、周りにも読んでる人もいないじゃん。大池の部流行ってないし、みたいな。へぇ全然。全然、はい。だから、その、九十年代とかぐらいに、だから、その、そう、ハイティーンとかこうなってる、6とかぐらいの、なんか世代とかと、 読んでし周前にいないから、大江家の。ああ、確かに。サウさんの周りにはいたのなんか。いや、小説読んでる人いなかったね。だから、あの、なんだっけ。小説読んでる人に、演劇の人に。そなの、曖昧な日本の私、だっけ。そうや、好きですよ。ノーベル文学賞を取った。ああいうのはなんか読んでる人いたし、俺もなんかパラッと見たような気がするんだけど、周りに大江郎の小説読んでる人はいなかったかな。うん。演劇とかやってる人は結構いるよ、いた多いね、サウさんの周りには。 うんでもなんかそういう話はあんまり聞いたことなかったな。うん、だからあんまその文学青年、文学少女がいなかったわけです、周りになかなんかファンタジー小説とかね、そういうの好きな人は結構いたんだけど、うん、あんまりそういうな,いなんか純文学みたいなの読んでるような文学青年の友達とか、文学少女のガールフレンドがいないっていうことですよね。そうだね。うん で、まあ僕の話に戻ると、まあ周りには、だからそういう村上早紀とか村上隆とか読んでる人はいても、大江健三部読んでる人もいなかったし、なんか福田さんもなんか100点満点で7点だみたいな感じ言ってるから、うま<ー>くてもいいかみたいな感じとかで、ずっと忘れてたわけですよ。ああ、なるほど。そう。うん、それで、こうしなって、大江さんが死んだっていうとなったじゃないですか、なんか。うん、あ、死んだのか、みたいな、もう高齢者だしな、みたいな感じ思ってたら、うん、それで結構、 死ぬと、なんか、ツイート特集号みたいなのが出るじゃないですか、なんか。それで、その、芥川賞作家で、最近一番新しい芥川賞作家だから、サッカーの、作家の市川紗雄さんとか、だかその、芥川賞を取った後演説、演説とか、演説とか、そういう、卒業論文集とか、だから文章とかで、私は、大文学から、まあ、結構、こう、影響を受けてたみたいな感じで言ってさ、そうか、大江健在部を、それで、まあ、 市川大さ,さんとしては、まあでも、まあ、まあ、全般的に読んでる、全部読んでるんだけど、大体読んでんだけど、その、まあ、特に市川さんとしては、まあ、その、障害者当事者文学の先駆だっていうことで、まあ、評価してるっていうことは、その演説家なんかの中で言ってたよね、うん、スピーチなんかで。まあ、それは大江さんの、その、息子さんの光さんが、まあ、障害者だ、障害、障害者だった、うんうん、障害者だったからっていう話があるからっていう。うん なんかでも、そう話とかでも、なんかそのまず、いい話みたいな感じ、なんかヒューマニズムみたいな感じのイメージとかあるから、そういう小説書いてるのか、みたいな感じ思って、あんまりまた興味がなんかなくなっちゃうじゃないですか、なんか。だけど、なんかそう、今回、なんか改めて読んでみると、サウさんに読んでもらった、なんかあの、他人の足とかみたいな、なんかああいう、なんていうんですかね、なんか嫌な感じのする、あのー、 胸くそ悪くなるような胸くそ映画とか好きな人がいますけれども、なんかそういうような,なんかこう嫌な感じになるような小説をもともと書いていたような人だったんですよ。大江、うんうん、さんはね、なんか,だからそういうあんまりなんていうんですかね、うん、だから岩波朝日知識人みたいなイメージがあるけど、書いてる小説はそんな感じじゃなかったんです。んうんうん、で、まあ、そうなんだよ、みたいなこととかあで、それで大江さんは素晴らしいんだよ、みたいな感じのことを、まあその、 文芸評価のそういう小屋野淳さんでね、小屋野トンさんとかもなんかすごく言ってるから、面白いんだ、面白いんだみたいな感じで、小屋野さんがその大江さんの大ファンだが言ってるから、まあ小屋野さんの話はあんまりしない方がいいかもしれないんですけど、なぜかというと、 小谷さんはいろんな、あの、僕たちの周りの知り合いの人たちとかも嫌がらせして、具体的な名前を出すと池上や先生とかも嫌がらせとかしているようなトラブルメーカーなので、あんまり小谷さんと仲良くすることできないし、まあ、面識はないからいいんですけど、ね、小谷さんは友達じゃないから、どうでもいいんですけれども、まあ、全部、小谷さんは本を読むのは、まあ、いいかなっていうふうなことで、小谷さんは本などを読んでると、おいけんざばすばしのなっていうふうに書いてあるから、それで、まあ、うん、まず恐る恐る短編から読んで なるほど、うん。どうしたらサウさんその短編の他人なしとか読んでみて。ああ、まあ、あれしか読んでないけど。まあ、それなりになで。他はでも読みたいっていうふうに思わなかったっていうことは、たいあの短編はあんま合わなかったのかな。なんかそういう遠藤周作とか好きな作家に変わって。遠藤周作のノーベル賞候補でしたけれども。うーん、そうね。まあ、わかんない。読んでみたらハマるかもしれないけど。うん その辺はよくわかんないですね。今ちょっと小説を読むのは。あんなまり、あれ、そんなにい。や、面白かったよ。そうですか。うん、面白かったけど、まあ、時代がかかってるなって感じもちょっとしたし。1950円台に抱えてるから、ね、そうそうそう。うん、そういう、まあ、ちょっと昔の、もう70年ぐらい前の話だから。うん あんまり、あ、ちょっとそのすぐピンとその当時の人にこう共感することはなんかできないっていう、うん、まあそういう感,い感情。移入を。まあでもまあ歴,歴史的な作品としては面白いなと思ったけど。うん。うん、あれでも構図はわかりますよね。なんかあのその、すごくなんか類型的ななんかキャラクター。だからそう、ある、だからそういう理念みたいのを、だからこう疑似化してるキャラクターが出てくるから、わかりやすいですよね。うんうん、だから外から来る、だからあの、 学生っていうのは、なんかこう、うるさく、こう、ウォークみたいな感じの説教する、うん、あれですよね、信仰的に知識人みたいな、そみたいな感じ。そう、それで、あ自分たちの足はだから歩けない、あのー、カリエス、石地カリ今では結果が治りますけど、当時だったら長が治らなかった、脊椎カリ悪くて、足が、自分の足で、だからっこう立って歩くことはできないんだっていうふうに言って、うん、そう、病気の、 あのー、少年たち、まあ少女も人いますけど、少年たちグループっていうのは、あれは日本人のことですよね、要するに <laughs> 日本。日本、自分の足で立てない人たちって、あれ日本人っていうことでだから言ってるわけですよ、ね。<laughs> あのグループっていうのは。まあ明らかに。で、そこになんかこう、説教臭いこと、だからそういう、まあそういうあの、そういう人がだからいて、だから多くの人がいて、なんかいろいろ言って、でも感化を与えてなんか、 その自分たちの足は、だから立ち立って歩くことはできない日本人も、なんとなく希望を持つような感じなんだけれども、実はその青年は、まあ、その青年は足悪かったんだけど、カリエスではなくて、なんかそう、交通事故かなんか、足の複雑骨折かなんかで、しばらく足は悪くて入院しただけだったから、実は足は治ったんだみたいな感じになって、歩きましたみたいな感じになるわけですよね、なんか。で、それで、その中の、だからそのカリエスのね、 っている少年たちの一人が、その彼の足に触れようとするんだけど、や,やめろよ、みたいな感じでこう払いのけて。うん、その瞬間、もう、彼らそう、青年と学生と、その、彼氏の少年たちの間に、決定的な断絶があるっていうことが分かってしまうわけですよね。うん、それでみんな急にしらけて。でも、その、いったは友情みたいな芽生えたかな、みたいな感じになってたんですけども、決定的には断絶があると。 まあ、要するにその歩けた青年っていうのはアメリカの側にだから属する人間だってことでしょ。だから主権国家としてだから立って、自分の足で歩ける人っていうことですね。で、日本はもちろん自分の足は主権国家として歩いていけないんだから今プーチンとかもよく言ってますよね。日本は別に主権国家じゃないし要するにだからそういう核戦力もないし、アメリカに従属して生きていくしかないんだから、自分の足でだから歩いていくことはできないんだからっていうことで、だから言われている人たち同じで、また、 やっぱり無気力な。自分たちは、だからそういう自分たちは足で歩けないんだってことを改めて自覚して、しょんぼうり生きていくということ。カンっていう感じだから終わりですけれども、だから。わかりやすいですよね、図式的になんか。うん。うん。だやっぱ1950年代当時、だがまあ、ようやくあの頃、だからそのアメリカの占領が明けたぐらいの頃ですけど、の大江さんたちだから、アングリーヤングメン世代ですよね、なんかその、 大江さんとか、その、江藤淳さんとか、その、石原慎太郎さんとか仲間たちだったわけですよね。怒れる若者たちの感情ですよね。なんかそういう,うアメリカの野郎めみたいな感じ。うん、偉そうなこと言えあってクソむかつくぜみたいな感じが現れてるわけです。で、江藤さんと大江さんは、だから最初の頃はすごくこう友情関係にあったんだけれども、後にすごく憎しみ合うような関係にあるわけですよ。全否定するような。 関係、互いに全否定するような関係性になっていくわけです。で、よく考えてみると、今にしたか思,思ってみると、あの時福田さんはなんか、大江さんの作品を100点満点中だから7点だみたいな感じで言ったけど、福田さんって、その江藤さんに就職だから世話になって SFC のだから、教授にしてもらった人だから、でやっぱまあ、江藤さんの弟子みたいな感じだから、江藤んの弟子みたいな感じだから、うん、まあ、 その影響もあるのかっていう感じはしましたね。だから7点だったのか。ああ<ー>、なるほど。うん。それはなんか分かりやすいね。そう,そうそうそう。そうだからそういうなんか、あの、学罰っていうか派閥みたいあるから、まあ、やっぱ、江藤さんの弟子筋だし、<ー>そうすると、大江さんは100点満点中7点とかそういう評価になるのか。その時あんま気づかなかった。あんまり、ほら、その文学少年じゃない、文学青年じゃないからよく分かんなかった。その時。7点の理由みたいなあんまよく考えなかったから。うん。 だけど、今にして思ってみると、まあ、そういう影響もあって、まあ、そういう江藤さんに、そう、あの、就職だが世話してもらったってこともあるから、本を出すときも江藤さんのおかげで、だから出、福田さんが本を出すことでもう江藤さんのおかげで出したわけだから、まあ、それぐらい恩義もあるから、まあ、江藤さんの在いなら、大江健三郎は、まあ、7点ぐらいかな、みたいな感じになったんじゃないか、っていう気はしなくもない。うんうん。うん、そっか。でもね、そ,<う>それで、なんかそれを読んで、なんとなく、 大井健三郎を敬遠しちゃう人も出たわけだから。それは僕が、だから、それはでも僕がバカだからいけないっていうことですよ。自己責任ですよ、自己責任おじさんですよ、<laughs> なんかだから、それは他のものも読んで勉強しなきゃいけないわけだから、うん、なんか、福田さんのいにすることはできないね、なんか。ね、そう福田さんの意見だったわけだからか。あ、そうそうただ、なんでだからその7点だったのかなっていうふうに思うと、やっぱり江藤さんに世話になってたからなっていうふうに、だから、そう。 福田さんのそういう大政府紙に就職できたのも、最初の本出したのも、江藤さんのおかげだから、っていうこともあるしな、みたいな、うん。で、すごく仲が、だから、江藤さんと大江さんは仲が悪くなった。うん、うん。最初はでもすごい、もう本当、え僕とは今はサドさんみたいに仲良しだったんだよ、二人、うん。だって最初はだってアメリカに行くンの、だってアングリーヤングメン世代だったわけだから。うん、で、その慎太郎と江藤さんと、 その、大江さんのおに、兄、兄貴分みたいな感じだったのが三島由紀夫ね。<ー>で、だから最初の頃の、だから、あの、大江健三郎と三島由紀夫とかとの対談とかなんか見たりしてると、なんていう、その、 ミシマとかが、なんか、大江君は、なんか結構、そう、フランスが、こう、アルジェリアのことを、なんか、こう、抑圧してて、ね、アルジェリアは独立すべきやとか、まあ、いろいろ結構、リベラルというか、左派的なことを言ってるけど、君の人間性の本質はファシストだろうみたいな感じとかで、ミシマが、こう、大江さんに言うんだけど、それに対して褒められたとか言って、かっこ笑いとか言って、なんか、こう、大江さんとか喜んでたりするっていうふうなぐらいで、あ<ー>うん。 だって大池の最初主義の小説ってなんか天皇になんか主流団とか投げつけて爆殺するとかそういうのの話ばっかりなんですよなんか。だからなんかテロの話とかばっかりなのなんか。あ<ー>そうそう。だからなんかこうすごくアナきキーな感じなんですよ。うん、小説が。あさぞなさ天皇陛下のことをこうすごく尊敬してるからそういう話気合いかもしれない悪い話しします僕は天皇戦にあんまり興味がないから。 こういう話してしまいましたけれども、なんか。そうそうそういやいや、僕も、僕もだって中学生の頃とかは別に東アジア反日武装戦線とか、二次作戦とかおすげえと思って、桐山周の小説とか読んでたよ。パイツ山伝説とかね、なんか。そうそうそう。ここ読みましたけれども。おーっと思って。うん。だから、ワクワクうそういう系譜に近い人はね、だから、大江さんっていううん。だから、そういう意味で、だから、その、僕は今まで、そう、あのー、 愚か今だから福田さんにだから騙されて、今までだから読まなかったけれども、だからその市川沙王さんと今度小山トンさんにね、目を覚まさせられたから、うんうん、その、万延元年のフットボール読めてよかったん。うん。で、あとでも、ね、<え>実はね、そうは栄一さんの万円元年のフットボール前にも読もうと思ったことがあったんだけど、ね、最初第一章の頭のところはね、ものすごく読みにくいの、なんか。 本のなんか初めの動画、もうすごく読みにくくて、わざと読みにくく書いてるような感じなんだけれどもあ<ー>、あのー、そこでもう挫折しちゃったんですよ。うんでも、出花をくじかれたって感じね。そうそうそう、なんかね、<laughs> とにかく読みにくいの、なんか四字意味とかよ,よくわからないし、なんかこう、<ー>なんかめちゃくちゃな悪文みたいな感じで装ってんだけれども、あ<ー>まあそういう、こういうのそもそ説明だとなんかこうわざとそういう悪文みたいな感じしてるんだって、 ちゃんとした文章は書けないわけではないっていうのは、あ<ー>まあだから、その、初期の、なんていうの、だから作品とかだから、まあ見るとかやか、わかるよね。ちゃんとした、普通のわかりやすい、だから、その、そうだよね、いてるかる。そう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 、うん。それはわざとやったんだ。そう。ああ、まあやってるんだけれども、まあだから、とにかく、だから、それは、だから、 とにかく、まあ、こう、まあ、今まで50年ぐらい生きてきた中で一番とかぐらいの小説だったよっていう、まあ、インガンネルフットボーちょっとびっくりした感で,そこまでだから、本当に。そこまで言うっていうのはすごいね。うん。うん、で、やっぱだから、その、村上春樹さんとかもう全然、ノーベル社とか取ってもいいんじゃないかなみたいな感じが思うけど、春樹さんとかとなんかこう、和ズオイとかね、和ズオイとかと同じぐらいのレベルの、うん、 世界的な作家かみたいな感じとかあるけど、だ、うん、から大家さんって、なんかもっとフォークナーとかぐらいったとか、ガルシア・マルケスとかぐらいのレベル。<ー>で、しかも、なんかその、ガルシア・マルケスのその100年の孤独と,とその万円元年のフットボールって似てるみたいな感じで言われてんだけど、その100年の孤独より万円元年のフットボールの方が先なんですよね、発表されてる。うんうん、だから影響されてってこともだからないしっていう感じでもう一口で説明できないんだよ、どういう話かっていうのがか。 確かにフォークなら8月の光も一言で説明できないもんだね。うん。うん、だからまず、日本人とその朝鮮人との関係っていうのだがは、だ一つの、だからテーマには、だからなってくるし。うん、で、日本人とその天皇中の関係っていうのも一つの、だからテーマになってくるし。だから天皇って言っても、だからその江戸時代とかその平安時代の日本人との天皇との関係じゃなくて、近代日本における 天皇ってことだね。だから天皇制。だから明治以降の話です。うん、明治以降。その万円元年のとぼ地は、万円元年って1860年だから、の桜の門外の変があった年で、そこから100年後が60年安保で、だから1960年で、60年安保の時にその闘争に大江さんは参加したんだよね。だからそのデモとかにも参加して、積極的に参加したわけ。うん でも、自分とかでもなんかこう、インタビューとかではっきり言ってんだけれども、なんか自分は結構田舎の出身で、なんか、あんまりなんかそう政治のこととかも詳しくなかった、知識もなかったから、ただよくわからなくて暴れてただけだって言うんだ何でだから、こう、こう、安保の法案が悪くて、こう、ダメでとか怒ってたっていうんじゃなくて、なんか意味はよくわからないんだけど、その騒乱みたいに参加するのは興奮するからなんか参加してたっていうな感じだったっていう話はだからしてるんですけれども、だからそういう、まあ、そういう政治っていうのは知識とかもなんかないし、 ただなんかそういう暴動みたいなのが起こっているのに興奮するから参加したみたいな感じが。あって、ただでも自分もその60年安保に参加した当事者として、その60年安保を総括するような意味も込めてまあ書いた小説ではある。なるほど。だからテーマになってるのは、だから朝鮮人がだからテーマになってて、あと革命がテーマ、日本人にとって革命とはみたいな。あと天皇っていうのは日本人。 その明治以降日本人にとって天皇っていうのは何かっていうところのテーマになってる。米国はあんま出てこないんですよ。米国は、うん。なるほどね。で、米国もでも少し出てくるかもしれないけど、米国もは全く出てこないわけじゃないけど、なんか、最初の頃はなんか1950年代ぐらいに書いてた小説は明らかに米国の話がすごく多いって、米国はみたいな感じの話が多いけど、なんか。この頃になってくると、ちょっとその、米国よりなんか、 日本中のはなんちゅう悪いとこなんじゃみたいな感じの話になっていくるにだんだんシフトしてきて。うん。うん。その辺がやっぱ江藤さんと決成していったとこかな、なんか。だかやっぱりなんか日本がダメだっていうのはこういうとこに根っこがあるねみたいな話にだんだんなっていって、で、なんかどん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 江藤さん、石原慎太郎はなんか受け入れかしていくから、仲悪くなっていったんじゃないですか、うん、なるほどね。うん。 小説あそういえばなんか小屋野さんのねこの「夏目漱石を江戸から読む」っていう本今ちょっと読んでるんですけど、ええ、これは結構面白いですね良かったですかうんなんかね95年ぐらいに出た本なんでまだなんか筆が荒れてないっていうか、うん、あのちゃんと書いてるんですようん <laughs> あのまだなんか気力が充実してる感じで書いてて、うん、だからすごい読み出のある本ですねうん うん、まあ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 結論的なところまではまだちゃんと読んでないんだけど、坊ちゃんの分析とかも、なかなか,いいか。私もぜひ読んでみます。うん、これはいい,い,い本です、ね。僕は坊ちゃんが好きなんですよね、なんか。うん、だから坊ちゃんってあの江戸っ子って言われるけど、うん、あれはだから、あのはたね旗元の子孫だっけ、うん、そうです。だ江戸っ子って意味が、だから、ね、江戸の町人文化の体現者という意味ではない、うん。うん なんか、独特な江戸っ子の解釈、解釈というか。うんだから、ね、長人的なね、助けみたいな感じじゃないからね、なんか別に。うん。別に、町人だったら、まあ、その、もっとなんか茶化して適当に逃げるみたいな感じだけど、うん、なんかその、善悪二元論っていうかなんかね、うん、筋を通さなきゃみたいな感じで、自分の正義を追求、ね、して、挫折するみたいな形は、 うん、いわゆる江戸っ子的な価値観とは全然かき離れてるんだよっていうことが書かれてて、でもでもちゃんとそれにはちゃんと文脈が江,江戸の時代の文学からの文脈がちゃんとあるんだよって話をしてて、それがすごいね、さすがという感じの宝石、うん、でしたね、うん。まあだから小屋野さんの本、またもしかしたら代表作なのかな、これが。いや。 小安さんは他の本とかも結構長いが面白かったり、なんか発言とかも鋭いところとかあって、うん、実力はやっぱりかなりあると思うんですよ。うん、人間性がやっぱりすごい悪くて、誰がで構わずなんかこう噛みつくみたいな感じで、<laughs> こう辛辣にこういろいろ攻撃した,したりしたりするから、なるほどもうその付き合いきれないっていうふうな感じなんじゃないですか。うーん、なるほどね、うん。そっか。僕は最近は本当にあんまりそんな小説は読んでなくて。はい。 あの、インターネットの、あの、YouTube の、そのアニメ付きのなんかショートコントみたいなやつで、うん、マリマリマリーっていうのがあって、あそれあ、ちょっと LINE でも、あの、紹介したんですけど、まあ、それがなんか何百本もあるんで、はい。ずっと見て,見てるみたいな感じです、ね。あと、パラノマル高校とか見てるでしょそうそうそう。パラノマル高校も面白いですね。うん あえ落語みたいじゃないですか。落語なんですよ。完全に。バ、うん、リバリバリーも完全に落語なんですよ。うん。結太郎がいて、ご隠居をいてみたいなそうそう。お笑いって結構、その、まあ、お笑い自体すごく人気があって、僕はなんか、その、もう咲く時間がないから、そう、詳しく見てないけど、お笑いって、だから日本で、だからすごく今、ね、うん、人気のあるコンテンツ、強力なコンテンツ、だから一つとしてあってて。 まあその中で落語ももちろん安定したが好きっていうのはあるけれども、うん、なんかこう、今風のなんかこう、落語みたいな感じだよね、パラノマル高校って。そう。あのー、パラノマル高校はまあ学園ものだからっていうのもあるんだけど、うん、その、バニバニマリーの方は、なんかその80年代のちょっとし、なんあのちょっとあのね、江口久志とか、うん、あのー、気まぐれオレンジロードとかさ、松本以前みたいな感じ。あの辺の感じのちょっとポッ,ポップな、うん 80年代ポップの感じのあのー、雰囲気で、ただまあ、そのギミック、いろんなそのちっちゃなあのー、小道具とかちゃんと現代のもの使ってるんだけど、うん、なんていうか、ちょっとサザエさんじゃないけどさ、そういうある、その昭和40年代とか、そういう、まあ、昭和40年代から1980年代とかそういう、そういうなんか時代がずっと続いてるみたいな。うん、安定したその、あのー、 江戸の安定した空間の中でうん,、うん、なんかそういうすごいあのキ,ャラキャラクターがもう設定が定まった、うん、あの人たちが出てきてなんかちょっとずらし芸をずっとやあの延々と続,や続けているみたいな、うん、<laughs> 感じが本当に楽になってきた感じで。<laughs> 面白いで,すだからでも八十年代に結構早いやつとからアニメとからうるせえやつだとかそういうのもなんかこうその、うん、さっきの,その長屋じゃないけど一つのなんかこうあのー、ある、ね、程度閉塞したそういう空間の中で、うん、まあ、うん、日常がまあそう円環的にこう終わらないなんていうの文化祭みたいな感じでだから続いてきい、うん、そうそう。 なんかか多幸感があった時代かもしれないね、80年代っていうの、うん、だから今みたいそういうこう暗黒のなんていうの失われた30年代とか、そう,、うん、そう30円とかそういうのじゃなくてっていうような感じで。経済的にもだから。そう、みんなだから普通に車とか乗ってるし、あの、うん、大学生とかでも普通に車、あの彼女と車でじあの自分のマイカーでドライブみたいな感じだし、うん、ちょっとお金があった頃の日本のを、うん、ちょっと舞台にして、 まあ,あのそういう安定した世界の中の物語をやってるみたいな。だからアメリカとかなんかこう例えばあんま挫折ベトナム戦争とか挫折とかしたりする前のなんかこうまあアメリカのこう良かったような時代とかのイメージでだから60年代とか50年代とかがだからこう、うん、ああいうまあそうロックとかが出てきてみたいな感じでいい時代みたいな感じでよく。 あのー、ハリット映画とかなんかで描写されるみたいに、うん、今はその日本の若い人たちの間では80年代っていうのは結構輝かしい時代なのかもしれないね、なんか。だってそのマリマリマリとかパラ,パラノーマル高校とか作ってるクリエイターの人たちは、実際には80年代にはまだあんま生まれてなかったかもしれない,れない。90年代後半生まれですよ。そうですよね。だからそういう人たちはからそのレトロス、レトロスペクティブっていうか解雇的に自分が経験したい、 時代なんだけど、そのレトプロスペクティブ的に、うん、その80年代っていうものを、まあ、イメージしてから作ってるっていうような感じだよね。うん、そんな感じですね。うん。なくそういうあのそ、その時代のそういう文献中がそういうデータみたいのを見て、なんかこの頃はなんか,か明るい日本だったんじゃないのかみたいな感じイメージうん。うん、そうなんですよね、うんで。あとね、漫画で、あのー、最近読んで面白かったのが、 あの峰なゆかさんっていう、うん、えっと、今、漫画家の方で、うんえー、まあ、ライターとかもやって、まあ、元 AV 女優の方まあ、有名、有名ですよね、うん、そあの、漫画、ね、書いてて。うん。アラサーちゃんとかヒットしたんじゃないかと。そう、アラサーちゃんがヒットして <laughs> 僕なんか、あんまりちゃんと読んでなかったんだけど、たまたまその、Kindle、うん、のアンリミテッドで、うん。AV 女優ちゃんの一巻が入ってたんで、読んでみたんですよね。うん、そしたら、なんかね、 すごくよくできた、まあ、実力系の話で、彼女自身のそのセクシャリティに対する、なんかその、子どもと持ってたコンプレックスみたいなところから始まって、うん、あのー、まあ、なんだっけ、日テレのあの、恋の空騒ぎってすごい人気番組あったじゃたんですかあなんか、ははい、はい、はいはい、あれになんか出てたらしいんですよね。うん でそれでなんか、でもすごいなんか拘束時間が長くし、なんかその、就業制限があったりとかして、しかもギャラがめちゃくちゃ安くて、うん、それでもなんかいろいろ困窮してた時に、なんかいろんな経緯があって、e に出て、その、こういうのからサギ元,元メンバーみたいな感じで、うん、それで売り出されたってことらしい、ね。で、それがなんか2005年ぐらい。うんうん まあだから、から反自伝的な漫画みたいな。そうそうそう。で、まあ、1984年生まれなんですね、彼女ね。うん、だから、まあ、物心ついて、上京したときにはもうバブルは崩壊してたんだけど、まだそのなんとなく余韻っていうか。もうないでしょう、でも2000年代初頭とかぐらいって。2000年代初頭ぐらいって、そういう経験はありじゃないですかうです、ね。うん。でも、まあ、とにかくその頃に、あの、上京してきて、うん、っていう感じのですよね。 そうだからもう、もう、もう成人して、ハイティーンになった時には、日本は貧乏だったって、世代。で、まあ、その AV でデ,デビューして、まあ、そのなんか業界の内幕的な話とかね、うん。いうところで,でまだ僕、一巻しか読んでないんで、この先どうなるかち、ちょっとわかんないんだけど、やっぱその、やっぱ書き方がなんていうかね、そのまあ私小説的なんだけど、 ああのま僕もともとそういうのは結構好物っていうか好きなんだけどそういうね女性の書いた実力系漫画とか好きなんだけど、うん <laughs> うん、でもなんかちょっと頭一つ抜けてやっぱうまいっていう構成力もあるし、うん、表現力もあるしすごいなっていうふうに思いましたねだこれからちょっといろいろ他の本も読んでみようかなと思っているんですけどねなんんか吉田豪さんと一緒にねあの YouTube の方に出たりとかもしてて。なんか、そう、はい、うあの、すごい、あの、ちゃんとじじ自分のことフェミニストだっていうふうに言ってたんですけど、うん、そのエイブ・ジューヨさんちゃんの一貫の間伐もちゃんとその田島陽子さんとね、対談してて、まあ、それも結構痛快な内容なんですけどね。うん,うん。うん。まあ、ちゃ結構、そうい、うあの、さばさばした感じだけど、あの、なんか、真の、真の強い人だなっていう感じで。うん ちょっと好感を持てました。うん。まあだからそのやっぱりその女の子が A v AV に出るって時のその追い込み方みたいな感じうん。うん、そのスカ,ウトスカウトの人がいて、なんかあの、まあなんていうかその絶対逃げられないようにどん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 追い詰めていくみたいな感じとか、まあもちろんそこではいろいろその一方的にどっちが悪いとかいいとかっていう話ではないんだけど、うん、その辺の生々しい描写とか、うん。結構読ませますよね。これはじゃあ。 この動画を見て皆さんにお勧す,すめとかってことです、ねはい。まあちょっとね、あの,あのやっぱり性的な描写も結構あるんで、うんあの、気分悪くなっちゃう人もいるかもしれないけど。でも絵は可愛らしいような感じですよ。絵は可愛らしいんですけどね。でもやっぱり結構ね、ネームっていうか、セリフも辛辣だしね、うん、すごいですね、やっぱり。文学的な才能がすごい人だなっていう感じがします。うん、それと、あとはね、さ昨日の夜、やっぱこれも、キンデル・ラン・リミテッドで読んだんだけど、あの、 猫汁って覚えてます覚えてますよ。うん。あの、夫婦の漫画家で、ええ、あのー、まあ、ユニット名でまあ、猫汁だった。まあ、基本的にはその奥さんの方の、あのー、うん、奥さんの方が猫汁っていうまあ感じなんですけど、うんえー、ちゃんと調べなきゃわかんないけど、猫汁って、えー、っと、 あそうですねあの、猫汁っていうのはあの奥さんの方で橋、橋口千代美さんっていう、まあ、98年に亡くなっちゃった方なんですけど、はい、その方で、まあ、夫の,あの旦那さんの方があが山野一さんっていう方ですね、うん、そのユニットの漫,画あの漫画家なんだけど、で、こので、俺結構なんか好きで読んでたの、昔から猫汁好きだったんだけど。はいはいうん、ファンだったんですね。猫、う、の、んうんね、キャラクターが出てくるし。 うんあのまあ、いわゆるガロ系のね、はい、パンクな漫画みたいな感じだったんだけど、うん、その猫汁の,あのシリーズの一つで、ジルジル旅行記っていうのがあって、はい、これなんかね、95年ぐらいに、あのーまあ、夫婦であの、山野さんと猫汁さんが2人でインドに行った時の旅行記なんですよ。うん、で、これが結構ね、昔も僕よ、おしろく読んだんだけど、うん、ちょうど今,今から30年ぐらい前ですよね。 はい30年ぐらい前の1ドル88円だった頃のいい日本がそういうあ、まあ、バブルバブルは崩壊したけどまだそのなんていうの世界第二の経済大国でまあ、あるい絶頂期の、うん、もうかちょっと下がり始めたぐらいの頃ですね、うん、ちょうどオウム事件があってっていうさオウム事件の、まあ、オウム事件をあの地下鉄サリン事件を彼らはインドで知るっていう設定なんだけど、うん、その頃のあの にの日本人のバックパッカーがインドに行ってみた、見たインドみたいな感じで、うん、だからね、結構もう、なんていうかもう歴、歴史資料みたいな感じなんですよね、うんうん、読むと。だから、逆漫画で、しかもちょっとわりとローアク的な感じなんで、すごいインドのことを、すごいあの汚らしい、なんか、しょうもない国みたいな感じで書いてる部分はあるんだけど、うん、でも彼ら自身も、なんかその当時の日本社会に馴染めずにインドに来てるわけですよ。うんうん、で、 なんかそういういど,どちらどちらの世界でも疎外感を感じるみたいな、うん、あの2人がまあインドを旅するって話なんだけどなんかね今のこのなんていうかな経済成長してすごいなんか世界的にもあの大国として台頭してるインドのイメージから考えるとちょっとあのギャップが激しいというかね。うん しい国みたいな感じでねだ,、うん、だからこのままの形で今出したら絶対抗議が来るだろうみたいな感じの美帆ゃんも結構あるんだけど、うん、でもなんか、ね、歴史資料として見るとすごく面白いですよね30年ぐらい前の,そのすごい経済的に絶頂期にあった日本人の、うん、まあそのある意味終焉部にいた若者そこで疎外外を変いてた若者がインドで一体何を感じてたのかっていうところの勉強をするっていうか。 それをちょっと知る一つの知、ね、時代背景がわからないと、あの、あれですからね、あの、なかなか作品って楽しめないですからね。うん。だからおだから、大、ね、作品だってね、なんか全然、だから、その、うん、そのう、何やだから言いたいのかっていうのはそこから、こう、分か、わかれ、からない人が読んだら、全然面白くはないと思うので、うん、こう、うん。それで全然予備知識は必要っていう,うな感じ。僕自身もやっぱり、その、ちょうどやっぱり、あのー、 猫汁さんたちがインドに行った頃に、はいまあ、インドに行ったりしてるんであ,あじとあるある系な感じはあるんですよ。うん、インド人のその,、まあ、その当時ですよ当時のインド人のすごいこすっからい感じとか、うん、もう街中があの汚らしい感じとか、うん、インチキばっかりなところとか、うん、なんかいろいろそういうのはあるあるなんだけどでも考えてみればこういうあるあるってやっぱりその自分の世代の自分の世代だからそう思ってるんだって。うん 例えば90年代以降に生まれた人がインドに行ったら全然違うものが見えてる、うん。そうですね。もうインドのイメージも全然違うんじゃないですか。うん、今のインドのだからはこんな感じだよっていうのは、だからあの、うん、池上彩先生のね、インド残酷の物語みたいのが、今のまあ21世紀のインド姿って感じじゃないですか。うんうん、ああいう感じです。まあもちろんあれもね、めちゃくちゃ不条理なことがたくさん書かれてるけど。いや、今は多分、だから不条理なこといっぱいあるんだと思います、うん、今。 ただ、その、だから、猫爺さんたちとか、だから、そのサズさんが言ってたときみたいに、貧しい、貧しいって言ったら、今も貧しい人たくさんいるけど、貧しい、貧しいだけのイメージじゃないよっていう感じ、うん。そうそう多分。昔は結構貧しい、貧しいばっかりだったかもしれないけど、うん。そうそ,うそうだから、その辺のなんかね、あのー、僕ももうすごい久しぶりに読んで、うん、まあ、最近なんかそういう昔の漫画でどん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 キンドルで、しかもアンリミテッドとかにガンガン入ってるんで、読みやすくなってるってなんだけど、うん 昔の漫画を読んで、ただ懐かしいだけじゃなくて、あ、こういう時代だったな、みたいな感じで、うん。目を冷やかされる感じですね。うん、そ,そういう相対化するみたいな。そう。うん。そういう資料としては、すごくね、漫画っていうのはいい、いいですよね。だから、文字だけじゃなくて、いろいろ書き込みがされてるから、視覚的にそれが分かるんで。うん、だから、この動画を見てる人たちも、ぜひ、ジェルジェル旅行記を読んでください。ジェルジェル旅行記はねあの、アンリミテッドで読めるんで、これも読んでほしいですね。うん、うん。まあ、僕。 僕はそんぐらいかな、最近ん、ねはい、僕はなんか漫画を全然読んでなくてなんか YouTube 動画を全然見てないですけれども良かった本はなんか,なんか1冊だけ、うん、あれですよね下西和人さんっていう,だからこう独立研究者の方が書いた生成と消滅の精神誌っていう本ですよねこれはまあどういう本かというと前にあれですよ、ね、佐藤さんと一緒にだからこう読んだりした、えー ジュリアン・ジェインズでしたっけ二分身のことについてだから書いた。うんうんうん、あそうですね。神々の沈黙ね。そう,そうそうそう。えー、っとね、うん、ジュリアン・ジェインズですね。心理学者神々の沈黙を書いたと。そういう二分身のだから話から始まって、まあ、えー、基本的にだから下西さんのまあその主張っていうのは、だからこう、そもそもあれですよね。あのー、 人類はだからそういう心とかだから魂みたいなものっていうのをまあ僕たちが今イメージしてるような形で持ってなかったっていうことですよね。うん。だからもっとその下西さんがだから言うにはだからそのホメロスとかのだから時代だから要するに紀元前だから紀元前千年とかぐらいの頃の心の感じっていうのはなんかもうこう一個のだからこう塊にあるような感じじゃなくて風みたいな感じの 心だったっていうふうな感じで、だからこう言ってますね。だからいろいろ周りの中、ものにだから影響される、だから部分が大きい。だから二分身だと、だから神の部分、神、神からの部分の、だから影響を受けているところと、まあその自分の、だから、心っていうのの部分とがあんまり境界線が、だからないっていうふうな感じの、だからこう精神状態で、まあ生きているので、っていうので、だからこう書かれていたんですけれども、まあ、この本の中でもジュリアン・ジェンズの話自体は、だからなかなかこう、 エビデンスもない部分もあるので、んでねうん、あんまりそのアカデミズムの中でこう認められてはいないかもしれないが、うん、まあしかし理論的な仮説としては説得力があるという。で、僕もやっぱり結構、まあ完全にこうそうとは言い切れなくても、おそらくでもそうだったんじゃないのかなっていうのは、だからそういうホメロスとかで,、うん、で逆になんかそういうあのインドとか、こっちのバガバットィギーターとかああいうのとか見ても、あんまり今の人みたいな感じの精神状態で書かれていないだろうなっていうのはなんかわかるので、んでねうん、あの、 まあハーバーラツとかだから読んでも、の今の感覚で解釈してもちょっとよくわからないってことがあるんで、そういうような部分を、ジュリアン・ジェインズの本よりも、下西さんはすごく秀才なので、わかりやすく、こ事細かに解説してくれてるんだよね。本のイメージとしては、前なんかウォーカー・ユージさんが書いて仏教室のゼロポイントって本とか読んだ時と似たようなイメージですごく秀才の人が綺麗になんかまとめてくれてるノートみたいな感じで、 あの、心っていう概念の概念、概念詞っていうか概念じゃなくて、その下西さん的にはなんかメタファーの変遷詞っていう風な感じで、概念分析はなんか普通の王道の哲学では概念分析するんだけれども、ちょっとそれはあんまりしたくないっていう風な感じみたいで、メタファー詞のその変遷みたいのをだから見ていくんだけど、やっぱりなんかこう今の僕たちの持ってるような魂感とかなんかその心感っていうのができて、かっちりなんていうの、その独立した心って っていうのみたいのができたのは、やっぱのがん、元祖っていうのは、やっぱりソクラテスとかであろうっていうふうな感じで、下西さんの本の中では説明されていて、うん、また、ソクラテスだけではないんですけど、ソクラテスの時代ぐらい、要するに、紀元前500年ぐらいだよね。ウォーター・ブッドとかと同じぐらいの時代ぐらいに、うん、だんだん、その頃なんかこう、塊で、なんか独立した魂みたいなものが、 あるみたいな感じの考え方になってきた。ソクラテスがなんかその西洋哲学の元祖みたいな感じで言われていて、なんかその哲学はそうみたいに言われているっていうのは、魂みたいなものがあるっていうことをはっきり言って、それがそれまでの時代とやっぱ断絶して違っていたから、だから今でもその哲学者の中になんていうの、不滅の名声みたいなもっと、まあソクラテスって、プラトンの,のだから書いたソクラテスだけど、まあソクラテスの主張では、なんか魂みたいなものがあって、 それは死んでもなくならないんだみたい。だから、その肉体は死んでもなくならないんだみたいな感じで言っていたのは、そのソクラテスのあたりから、ソクラテスとかが、まあ、心を発明したっていうふうな感じで、まあ、下西さんとか書いてますけど、心の発明者なんですよ。だから、ソクラテス。魂みたいなものはあると。だから、今でも、サウさんに紹介されてたから読んでいる、何でしたっけあの、猫の、おじさんが猫に転生したらみたいな感じで、んでしたっけおじ猫でしたっけおじ猫 そう、ねこうじプンちゃんの漫画ね、コージの漫画とかでも、<laughs> あと異世界転生もののやつとか、そういう無色転生とかサウんに紹介されてみたものでも、うん、基本的に魂みたいなものがあるっていうのは前提になってるわけじゃん。そうだね。うん、だ魂みたいなのは、だから魂は変わらないから、から肉体がなんか死んじゃったんだけど、魂はそのままだから残ってて、記憶みたいなのを保持してて、それで次のなんかそういう肉体みたいにポコンって入るみたいな感じ、イメージじゃないですか。うん でもそれって、もともと人類が持ったイメージじゃなくて、ソクラテスとかが強く主張して、そういうふうにだんだん考え、そだからしかも定着するまで結構時間がかかって、だん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 やっぱそういうもんだよね、みたいな感じで思われていったんだって、もともとはそうじゃないっていうこと下西さんがだから証明してるわけですよ、うん、本の中で。だその心感自体、ある時代の中、状況の中で言われるようになってきただけのものだからっていうふうな感じ。その前の人たちは別にそういう心感を持っていないって。 魂感とか持ってなかったわけだし、それたまたそう、塊みたいな、魂みたいなのはなかったんだからみたいな感じ。うん。うん、で、それは結構、説得力はあるかな、みたいな、僕は思いますけどね。<ー>うん、ぜひあれだね、隠徹関係の人ともなんか、共同作業なり、対談なりしてほしいですね。そうですね。 たぶ、うん多分なんか山本七平賞にもだからノミネートされてるかなんか賞は取ると思いますよなんかああそうです、ね、養老孟先生絶賛ということでだから出てるか、うん、本もある程度はだからこう反響はあると思いますけれども、うん、なんか帯の、うん、あ僕も今手元にあるんだけどはいまだ読んでないんだけどねはい帯はなんか文章はなんか、はい、読み終わった時将来が明るく見えた今一番気になる <laughs> どういうあの購買意欲をこうこう喚起してるのかよく分からないですけどあ。でも裏に成田悠介さん書いてるじゃないですか。そ,うそれはね、<う><そ>性質なる饒舌それはね、そなんかずっとどうあの褒めてるのかよく分からないけど、<laughs> 要するにそれはね、下西さんにしても、その成田さんにしても,しても若い頃世話になった兄貴分みたいのが鈴木健さんという人がいて、うん、そう鈴木健さんとい人、東秀樹さんとかと同じぐらいの。 世代の、なんかその研究者なんだけど、実際はなんかその会社を経営してて、うん、あそう、アカデミズムの中にいない人なんですよ、その鈴木健さん。そう,んそう。それで、その、その鈴木健さんが、だ今はその森田正夫さんとか、なんかいろいろ、だからそう、財や研究者みたいでやってる人たちに、うん、こう、希望の灯みたいになってるみたいですよ。金、金持ちやから会社経営して成功して。それで自分の好きな研究やってられるわけやから、まあうん、鈴木健さんはなんか。うん。うん 企業家で成功して、なんていうお金持ってるから、別にそういう、なんていうの、学会に向けて、こう、なんかが、こう事務作業をしたいとか、その、なんかこう、えー学、今のそう、学会のトレンド向けの論文とか書かなくていいわけです。自分好きなことだけ考えていいわけです。だって、会社経営して、オーナーだって成功してるわけから。お金困らないぐらいだからあるわけですから。うん、えー。そういう人は、なんかそう、今、独立経営研究者の中の人、憧れなんですよ。 ああ、そうなんだ。うん、うん。鈴木健の健って漢字どう書か。健康の健、ヘルシーの健康。ヘルシーの健康健康の健、うんえー。鈴木県内野手しか出てこないな。えー、っと、明治大学の人じゃないかたくさんいるね。鈴木健って名前の人。プロ野球選手だけでもたくさんいる。えー、っと、えー、っと、えーっ,とえー、っと、エンジニア新聞記者。うーん。出てこないな。プロレス記者じゃない アリフレー名前すぎるから、うん、エンジニア、新聞記者。エンジニアの鈴木健かだから、その IT 系の企業を経,営経営してるから。ああ、滑らかな社会で。それ、それ、それ、それ。それエンジニアだ。へぇ。その人に感化されたんだ。ナイタさんとかもそうだし、あの人、その下西さんと七、うんうん、75年前だから、うん、星さんと同じ世代ですね。そうそうそう,そうそうそう。そうそうそう うん、大学にだから残ってそういう研究者になってもっていうのを職望されたんだけれどもまあそれは断ってうん、うん、自分は会社経営してだから食べていけるんでっていうのはなスマートニュースってでも結構有名な、うん、だからそうだからそのお金はすごくだから持ってるって、はい、全然なんていうの困らないぐらいだから資料、えー、だからって、うんうん、そういう人の方に、うん、まあいいなあみたいにみんな思ったんじゃないですかうん まあ、しかし、言うわやし、お母方して、なんか、みんな会社をね,ああそね、そうそうそう。起業して、なんていう、そう、あの、億万長者になれるわけじゃない。そうそうそう。そう <laughs>、うん。ただ、だから、慣れもしないポストをめぐってアクセスするよりもっていう。まあ、そうだよな。そう、うん。うん。でも、まあ、それは、でもなんか、結局、うかくんもね、あの、本はそこそこ売れたけど、別に。 今、ノートで言ってるのかな知らんけど。とかね、大学のポストとかないもんね。そうですね。うん。もともとまあそういうのだから、試行してるわけじゃないんじゃないですか。なんか、だからそういう、あの、うん、うん。だって大竹晋さんでもなれないんだったら、誰にもなれないんじゃん。まあ確かにそうだよね。うん、大竹さんもあんなに頑張ってるのに。うん そう,そうそうそう。大丈夫さっきの、さっきはだから、その、福田さんが、だから、江藤さんに気に入られて、うん、っていうか、真似しやから、その、SFC できるときに、江藤さん、だから、その、SFC 作る、重要人物を一人としてね、いたから、だから、そこに、なんていうの、うん、福田さんを招聘するみたいな感じじゃないとならないですよね、<ー>そっか。うん。うん、もちろん、真面目に、こう、にちゃんと通って、あのそういう追悼の手続きになってる。 あの教育の人もたくさんいるとは思いますけど、ただ基本的に今、大学減る方向性にありますからね。ああ、そうだね。うん。うんね、これからどう減らしていくのかっていうふうな話じゃないですか、うん、なんか。増えはしないので、みたいな感じだって。あの、少子化とかあるので、どこからなんていうのをこう潰していくかみたいな、そねそね、なんてう、その、統廃合の話で減りますよみたいな話なんか。だから、確かにただ今、大学院生にない人がすごく減ってるから、 目指す人もすごく減ってるから、あの、あ<ー>なりやすくなってる部分もあるかもしれないけれども、減ってる部分はあるから、なんか、ど、どの程度そのバランスがちょっとよくわからない。うん。あんまり国がほら、それに、その、利権しろ、文系にしろなんていうの応援していこうってスタンスじゃないし、国で、日本で、そういう。うんあ。中国とかみたいに、だからその、学会にその金、 使うぜって感じじゃないじゃないですか、全然。そうだね。そう。なんかもう、それで、もう、芸大とか、東京ね、芸大とかもなんかボロボロになっちゃって、なんかこう、なんか電球とかもついてないとか、買えるお金もないとか、なんとかそういうなんか、ボロ廃墟とかみたいになっちゃってるんでしょ、なんか。あの、危険ですよね、なんかね。不審者とか入ってなんか事件とか起こるかもしれないし、そんな。そうね。うん、まあ、あんまり、 わかんないけどねそういう,雰囲気とかはういやなんか SNS とか,なんか、SNS とか僕はあんまり見る、時間がもったいないからあんまり見ないようにしてますけど、大学教員の人たちはなんか、こうもう、断末魔の叫びみたいな声、こあ,あ、そんなのばっかだよね。そうそうそう。<laughs> まあ、僕、フォローしてる人がそういうアカデミーシャンのそういう、ああなんかこう、つぶやきみたいな、情報価値が高いからみたいな感じで、そういう大学教員の人とかアカントとかよく あのフォローしてるから、まあ、見る比率は多いのかもしれないですけど、うん、もうどうにもならんわみたいな感じで、もうどうにもならんかもしれんねみたいな感じのつぶやきしかないから、まあ、そうなのかみたいな感じ、うん、まあ俺は関係ないからよく知らないけどみたいな感じで、ただ、まあなんかやばいんでないかいみたいな感じの話ばっかりじゃないですか。まあか僕が行くのは、まあ自分が言ってた東洋大とかしか行かないけど、うん、東洋大はなんか僕のいた頃ころはもう工事中でもうボロボロだったんだけど、今はもうめちゃ綺麗になってて。はい いいなぁみたいな感じだけど。経営がうまくいってんのかもしれないですね。まあ、竹中平蔵絡みだからね。うん。やっぱりあと、まあ、その、学生からをキープして、なんていうのその、なんか人気とかも保ってんのかもしれないから。そうだね。あの、今だからさ、あの、一時期その学生運動の時に、あの、1、2年生と3、4年生をなんか、無理やり分けてさ、ありましたね。学部は田舎の方にうん 送ってそれでまあ八王子の山の中とかでさ、確認して、はい、3、4年になったら、あの調教し終わったら、とりあえず、あの都内に出してやるみたいなのが、うん、<laughs> 多かったけど、まあ、東洋大もそれをなんかいい、結構もう、早めに見切りをつけてやめて、それでもう、まあ、1年から4年までずっと都内で勉強できますよみたいな感じにして、うん、まあ、それで割とまあ、人気あるんだよね。 名大とかもそうですよ。名字大学とかも。明大でもそうよ、ね。そう、ほら,らそうう。そうやって、あの、中央大学みたいに八丁子の方のキャンパスは作らなかったから、うん、人気がこう爆発したからうう。老舗の私学はその辺はやっぱりちゃんと考えて。<laughs> <laughs> そんななんか壁地みたいなところにね、作られたって困るよ、みたいな感じですよね、だって。うん、そうなんよ。まあだからね、今、まあ、僕の住んでる茅ヶ崎とかもやっぱりね、文京大っていうのはあるんだけど。あと SFC があるじゃないですか。<laughs> SFC はあるけど、茅ヶ崎までバイトに来てくんないからさ。うん。 だから、そういう。藤沢だからかな。藤沢のまた奥地だから、湘南台の方だから奥地だから。そうなんだ。じゃあ、なんか、SFC に通ってる学生ってあんまハッピーじゃないんやんか。今も人気あんのかな,<う>なんかよくわからないから。あ<の>からね。や、そ、うん、うなんか行ったらもう牛のにいしかしないからね。SFC、うん。だから、まあ、それはまあど、どうでもいいんだけど、うん、とにかくやっぱり地方のそういう大学がなくなると、そのそ,それを当てにしてた飲食の人とかすごい大変なことになってる。 それを当てにした、何の人んあの、飲食系の飲食店やってる飲食店とか、ああ、その大学のその周りにあった。それは、やたたたたっぱっ,っていうのがあったけど、そういうのの周りの定食屋とか、それはもう大打撃受けるよね。大打撃ですよ。うん。うんまあ、それはそうやと思うんですよ。うう構造的なね、変化の過程だなって感じはするよね、その辺はね。うん、かといってね、全部が全部留学生を受け入れてってわけもいかないしね。うん。 留学生にとってもあんま日本は魅力的じゃないんじゃないのなんかこう。日本は魅力的じゃないし。ほら技能収集制とかいじめられたりとかさ、うん、こう他の国のほうに。都内だったら大丈夫よな。都内だ例えばなんか、あの都内のさあの都、都心部のビル,ビルとか丸ごと買い,、うん、買い取って、なんかよく分かんない大学、留学生専門の受け皿専門大学みたいなの結構できてるから、はいまあ、そういうとこはねあの、都内、都心だからさ。 そこに行くって言って、それ都心でその時給の高いのところでバイトしてっていうのができるから、ああそれはいいけど、そんな田舎の大学って言ったってバイトするとこないっすうん。<laughs> そうだね。留学生も来てくんないよね。うんう。そういう意味ではもう結構柔軟の時代だなって感じしますね。うん、お近真っ暗いですね、なんか。<laughs> うん。なんか考えないのね、他のものは。いやー、どうにもならないでしょう、もうなんか。基本的にはそう思いますよ。 解決策って言うの解決策ゃないけどあの、まあ、大学でやっのっていうより、まあ、そういうなんか、楽しく研究するっていう意味では、例えばなんかね、有言語学ラジオとかね、うん、ああいうので、あのまあ、ああいう姉妹チャンネルみたいなのたくさんできてて。それも在野研究者になっちゃうじゃないですか。そう,そうそうそう、在野研究者が楽しそうに自分の研究についていろいろ話すみたいな。 まあ、そういうふうになってますよね。現実に、だから、そこ下西さん、うん、下西風知さんも、どういうふうに、だから生活費とか捻出してるかっていうと、うん、そう、下西さんのそうメルマガとかで、なんていう、その、スポンサーみたいな感じになって、なん,えー、なんていう、その、接種みたいな感じだから、こう、檀家みたいな人たちからの寄付で生活してるんですよ。ああ<ー>。そのおかげで、この本もかけ、かけ団だっていうふうに書いてありました。えー だから、檀家システムみたいな感じなんですよ。あ、ほ、ねうんとだ。風と JP って。下西さんは、その檀家の人たちみたいな人たちが、彼らの研究活動をさ、支えてくれてるわけです。なるほどね。うん、サポートっていうのはちゃんとあるね。はい。パトロンコミュニティを、キャンプファイヤーでパトロンコミュニティをそういうことなんですよ。だから、檀家さんが食べさせてるってことなんですよ。 だ僕も檀家さんに関すし,しなきゃいけないですこういういい本を読ませてもらって、ありがとうございました。みたいな感じ。その下西さんの檀家さんの方たちに、僕もこう拝んで。メンバー八人だよでも。八人の人が太い檀家さんになって、支えてくださってるんです。七百円から五万円。月って書いてあるけど。死、うん、人じゃ生活できないだろう。<laughs> それはちょっと詳細はよくわからないですけど。びっくりした、今。 800人ぐらいいるかと思ったら、8人、人8人。人の人が、そう、1人だから月5万円とかか、おせしてくれる、ね。まそれそうまあ、それだったら生活できると思うけど、なかなか厳しいね。これから人気出るんじゃないでも。出ると思いますけどね。うん。文芸収入から本出したし。研究成果は、だからまとめて。ああ、だからこう、やっぱ、魂とか心っていうのは、ある時代においてだからできた。 嘘あんだ、みたいな感じだ。からよくあってよかったです、ね。なるほどね。仏教は好きなんじゃないそういう話。だから、養老太鼓先生も感動みたいな感じ。ああね、心って嘘だったんだ、みたいな感じ。だから、魂とか。そ,ね、そこはテスのせいだ、みたいな感じ。ただ、そこはテスが言わなくても、だんだん時代の妖精で、そういうふうに言われるようになっただろうね、っていうふうに言ってたよ。なんかん下西さん。僕もそうかな、っていうふうに思って思いましたけどね。世の中は複雑になってきて、そういうふうにせざるを得なかったんじゃないんだから。 そういう魂みたいなフィクションを出っち上げざるを得ないっていうか、社会が複雑になってきたからだみたいな感じ。時代の妖精だったみたいです。それまではなんかこう、雲のように風のようにみたいな感じの心で良かったんですよ。こう、大事とこう一体化してみたいな感じ。まるでサドさんの好きは深海さんのそういうアニメみたいな世界じゃないですか。そういうような心感だったのが、 なんかこう箱の中に入れられて誰とも繋がれないような魂みたいな塊の心になっちゃったんですよ。うんうん、宮台さんは昔僕は学生時代の時になんかプラトンはノリの悪いやつだったからしょうがないんだみたいな感じ言ってましたけど。何言ってんの <laughs> ええだからそれまでなんていうのその、だからその前、プラトンより前の時代の人たちのそのギリシャ人はその、ここの本に下西さん本にも出てくるけど、結構そういう演劇とか見て、 カタルシスみたいなのをこう得たりしてだからみんな今フェスとか行くみたいな感じでなんか集団でこうビビービューみたいなエキスタシーみたいな感じたりとかしてっていうの多かったんですけどプラトンはそういう宮台さん的に言うとノリの悪い男だったからそういうのはおかしいみたいな感じとかでなんか言ってでやっぱそんなのはだからーみんなはーみたいなそういうレイブみたいレイブパーティーみたいになってるのを見てそういうのに背を向けて、うん、あいつらはバカやみたいな感じ 人間には魂っていうものがあるんだみたいな感じい言ったのがプラトン。ノリ、うん、の悪い男のせいでっていうふうな感じで言ってましたよ、なんか宮崎さん,ん。うん、ちょっと面白いね。うん、<ー>それは宮崎さん勝手に言っていたけど、いくいろいろそのこの下西さんの方にできれいにまとめたわけで、エイク・ハブロックとか他の何ていうの、そのギリシャ哲学の研究者たちとかも結構言ってるんですよ。根拠はいろいろあるんだよね。なんかだからなんか適当に言ってる話じゃなくてっていうね。うん まあ実はいろいろそういういきさつがありまして、みたいな感じそう。それでそういうふうに、だから魂感が変わっていって、みたいな感じ。うん。なるほどね。それがまたそういうキリスト教的なそういう価値観とかとも、キリスト教的価値観というキリスト教教理みたいなところいろいろ、こう、神仏集合じゃないか、合体していく中で、孤独な魂みたいな感じになっていったって。うん、うん。だから勝手に自分たちは、こう、捏造したそういう、 あのー、パニャっていたのね、せせつっていうか、だからそういうのに操られてるわけ。人間はそういう。うん、そうだな。勝手にだからそういうふうに転動したが、パパンチャにこう転動してこう生きてる。うん、バカな生き物だということですよ。ということはこの本を読むと分かるい。なるほど。そう,そうそうそう。あ心というものの精神史だよね、なんか,だから。うん、心中概念のっていう。 全部はまあ読まくて見て大変だから結構だから僕もやっぱ細かいところをフォローしてないから最初の方の項目だけにだからそういうホメロスの時代の話とかあとソクラテスの話とかでその後のデカルとパスカルだからそのとかあのそのフッサールとかそういうフッサまあ下西さんもともとはフッサール専門だったみたいだけどもうんとかメルロポンティとかそこまでとかそこまで詳しくはだから見ていないけどさ あと、なぜか日本編とか、夏目漱石とかここ出てきたりした。ああ、やっぱでもその辺入れないとなかなかね、読者そう、そうなのか。かよくわかんない <laughs> なんか。なぜみんなそんなに漱石が好きなんだみたいな。小谷さんはなんか、それほど漱石の本出しては、それほど漱石が好きではないような感じも言っていたうん小谷さんすごいなんか怒ってて、なんか池澤夏樹さんがなんか、世界文学全集をなんか、編集したんだけど、なんか、うんうん、そこはこう、日本代表の感が、 石村美智子さんの区会浄土だったんで、これはないだろうみたいな感じで、ここに入るべきは大江健三郎だみたいな感じでこって、なんで区会浄土が日本代表なんだみたいな。僕も、石村さんすごいと思うけど、日本文学の代表は区会浄土なのって、うん、ちょっと、ちょっと違くないかなみたいな感じはする。ちょっと変じゃねえみたいな感じ。そういう中で日本文学全集にも、 またなんかその区会場で入ってるんですよ<ー>、ね、池澤さんが大好きなんだね。うん、いや、もう池澤さんにとっては、もう20世紀を代表するマスターピースは区会場で。いや、わかるけど、みたいな感じで、こっちらこちらもわ、うん、<laughs> かりますけど、みたいな感じで。<ー>もう小説ももね石村智子さんは、やっぱり区会場で読んだけど、改めて。うん、結構やっぱ古いなって感じはした。うん、でもな,なんかね、彼女やっぱエッセーがいいんだよね。うん。 で彼女にとってはでも結局水俣のことっていうかその自分が育った地域の精神的ななんかそういうものを伝えるっていうのは目的だから、まあ、別になんか小説が苦手だったらエッセイを読めばいいしうん、うん、まあ劇局も彼は彼女は新作のとかも書いてるし、まあ、劇曲的なものを書い,書いてると思うし。 詩も書いてるし、だからどっかで引っかかりゃいいと思うんだよねもちろん基本的には好きだよ、だから僕だってなそうだから別に会場のを読まなきゃみたいな感じではないってやつ別に他の本でもいいんじゃないっていうそうそう、池澤さんはまあその今の日本文壇では大御所だからっていう歌が一つだから 一つは権力っていうか、だからさ、なんかその、今はだからその日本分断の中で、だからその主流のそういう大物って、まあ、池澤さんなんかもすごい、ね、東の横綱とかそういうような感じだし、ーー島田正彦さんとかね、だかそういう芥川賞とかの選者とかもしてるわけやから、そういう大物みたいな人がボンボンボンっていうのがいて、大体いいその、やっぱ傾向みたいなのが決まるから、うん。だから最近だからアイデンティティポリティクス系の、だからそういうようなテーマだと、 ものがやっぱそう、芥川賞とか取りやすいとか、そういうのはやっぱそういう島田さんとかお好みとかも反映してるんじゃないの<ー>なんか問題意識とか,か。そう,そういうのはあるんじゃないのかな、まあ、後からね、後追いでそういうのをいろいろ調べても君と面白いよね。人間関係で、うん、決まっていくみたいな。うん、でもま,まあその時々のトレンドみたいのはあるよね。<laughs> だからその大江さんはなんか最初、まあ芥川賞を飼育で取ったけど、そんなにその当時の分断に あんま認められてる感じじゃなくて<ー>仲間はだからその当時同世代だった慎太郎とか江藤潤さんたちとか仲間でで兄貴分の良き理解者は三島由紀夫みたいな感じだったんですよ、うん、なんか三島由紀夫がなん,なんか宮脇宏の店に飲みに来て。 それで大江玄三郎が宮木弘になんかいろいろいじめられてたみたいな話はどっかで読んだことある <laughs> そ面白いじゃないですか。どう,どういうことなんですかどうしてあんたはね、みたいな感じで。そうなんですか。なんか、仕草が気持ち悪いのよ、みたいな。<laughs> <laughs> そう言われても困りますよね、<laughs> なんか。<laughs> どっかで読んだ気がするんだああ<ー>、そういうこと延元年のフットボールの中にもなんか出てきました。だから自分の投影して結構作ってる、だからその道三郎っていう、だからそのまあ主人公的な主人公。 あじゃあそ主人公的な主人公っておかしい日本語ですけど、主人公のキャラは、なんかだからそう、健三郎のその大江さんをまあ投影してるんですけれども、なんか顔の醜い男でとか、なんかこう、風彩の上がらない中年男でみたいな感じ。だから、なんかその、まあ、かっこいい感じではないんだっていう自覚はあったみたいですけど。うん、え、美輪さん的に言うとなんか気持ち悪いってことは、なんどういう、キモいってことなんか。<laughs> <laughs> キモいってことじゃない <laughs> そうなんです。あのあまあ、要するに、ようやくすると、あんたキモの、肝いの読み的なことを言われてた気がする <laughs> かっこよくはないってことね。<laughs> <laughs> 困りますね、なんかそういうアイテム。うん、でも、まん<め>延関連のフットボールは、僕は生涯読んだ小説の中で一番ぐらいだったから。はい、びっくりしました、ね、だから本当になんか。こ,こんなに加減んだと思って、<ー>なんか。も全然ちょっと前に着合いな。 で、これは、まあ、こういうふうには書けないよねっていうふうな感じなん、うん。とてもとてもっていうふうな感じ。うん、そう。で、その、だから、万円ガのフットボールにびっくりした話と、まあ、その、下西さんのその、心について調べてくれた、老作のおかげで、その、はい、ーその、弾丸師たちが頑張って、その、八人の弾丸師たちがなんか頑張って育ててくれたおかげで、えー、非常に勉強になる。で、ね、人はもうちょっと長いけどね。んだから、サポーターっていうふう形で、 あのホームページに載ってる人数はもっと多いけど、うん、このキャンプファイアのパトロンコミュニティってところでは8人、メンバー8人ってなってるから、うん、なかなか大変だなっていう。うん、まあ、ね、あのと,とにかくでも、まあ、この本で増えるんじゃないですかね。でも、今見たら700円の人が1人で、3000円の人が7人で。 あとはゼロ人だったよ。うん。だから3、7、21、2800円か。うん。あ、あの、2万、え ?21、2万1700円。こんなすごい本書いてるのにね。うん。で、でも僕も、あの、星田に紹介してもらうまで知らなかったから、知名度はまだ全然ないんじゃないかな。うん。これからなんだろうね。うん。まあ、NASA とか本出してみ,てみただけどね。 うん。うん、いや、本は、でも、本としてはこれが初めてみたいです。あそうなの論文とか、ああ、でも、そういうなんか絵本みたいなやつとか。執筆にはとか。刺繍とか。うん、出版とは書いてない。絵本、ああ、10歳の頃、うん、僕は考えた、福音館書で。芸術家みたいな顔ですよね。うん、こ、うん、んな感じ。なんか、なんだっけ、あの、ミュージシャンの人みたいですよね。あーそう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 、なんだっけ、あの、 湘南とかに住んでそうじゃないですか、佐和さんちの近くに。えっと、ゆらゆら帝国の人みたいな。そんな感じじゃないですか。湘南とかに住んでるんじゃないですか。湘南かどうかわかんないけど、ゆらゆら帝国っぽいな、みたいな。なんだっけ、ゆらゆら帝国の人。名前はありましたね。うんと、うんと。あ、坂本慎太郎さんだ。うんうんうん。ちょっと坂本慎太郎さんっぽいな。みたいな感じ。そう。 役者っていう何かアーティストみたいな感じ。そうそうそう、そんな感じ。うん、下北沢辺りにやっぱ、魂ちゃん、嘘あったんだな、みたいな感じ。うん。配信を聞いてる仏教好きな人が好きな話なんじゃないか。ああ<ー>。やっぱ奥ちょっと、ね、奥さん聞きました。魂ってやっぱ嘘あったらしいですわよ、みたいな感じ。う,ーんうん。やっぱり現象学ってのはどちらかというとそういう感じなのかな、フッサールとか。 そういうどうなんだろう、そうなんだろう、僕は僕現象学はそう専門ではないから、なんか分かりにくいですけど。現象学って名前だけ聞くと、なんというか、現象についてだから、やっぱり魂論に反対なのかなみたいな感じがするけど。うん。まあ俺もちゃんとちゃんと読んだことないから、まあこれは思想史的にどういうふうに、だからそういう魂みたいなあの考え方が、ね、形で作られてきたかっていう歴史的に検討してって感じだからね。うん は読んでいますあとまあ、万円元年も、うん、フットボールもとりあえず頑張って。万円元年はね、もうすごい、ちょっとやばい。図書館で調べたら、文庫本で400、500ページ近くあったんで、うん、<laughs> 結構大変そうだなって。もうすごいでも引き込まれる感じでしたけどね。引きずり込まれるような感じ。へ、えー。うん、すげえな。それぐらいですかね。なんかはい。うん、まあちょうど1時間ちょいぐらい。 ね、はい、皆さんに紹介するべき本も紹介できたし、なんかあの、あの、あのー、ねえ、峰彩香さんの本も紹介できたし、そそうそう。猫汁さんの本も紹介できたし育児漫画とかも書いてるんだね、彼女ね。うん。だから、うん、いろいろ読み出がありそうな感じ。シンドル・アン・ディミテッドは便利ですね。そう、だからもちろん全部入ってるわけじゃないけど、うん、導入部っていうかさ。 話題の本の第一巻,巻とか二巻は入ってて、うん、それ気に入ったら続きはてみ,みたいな感じですら。もうちょっとだかカもう、あの、ミネネユカさんの方は他の本も買ってみようかな,なそうですね。だからミネさんっていう、こう、クリエイターに興味を持つ呼び水みたいなにはいいよね。うん、そうそうあと、古いものは結構もう全巻入ってるものがあって。うん、うん。でもなんかね、あの、ちょっとね、かな、悲しいのはやっぱその途中打ち切りみたいな作品が結構あって。はい、あ。 みえさんのってことですか、うん、三重さんじゃなくて他の作家さんなんだけど、うん、あ他の作家さん前にこうこう紹介してくれた、あ,の、あのー、あれですよね、の、うんまあ、他にも、他にもなんかね、結構そのすごい疾走感で、ぎゃーっとなんか五感ぐらいまでぶっ飛ばして、はい、いきなりその掲載誌が休刊とかでお<ー>終わりみたいな、<laughs> 時の作品が結構あって、そういうのも結構なんかね、伝承がされてるんですよ。 今ったかの、なんか、やっぱノートとかに書いて、なんかそのツイッターとかに発表して、なんかパトロンをやっぱ募るみたいな、そういうので、完結させた方がいいんじゃないか。できるかもしれないけど、うん、まあ一回、一旦、一旦そこで途切れちゃうと、なかなかそこで再起動するの難しいと思うんだよね。クリエイター気持ち連載のそのドライブ感みたいな感じガーッと書いてあるけど、<う>でもなんかそういうもったいない作品ってのは結構たくさんあるんだなっていうのが、アニメと通じて知ることができて。そうですね。 やっぱり完結しない作品ってなかなかね、あの言及されづらいいじゃないですかそうなんですかね、僕なんかあんま気にしないくて、なんかその、井上武彦さんのバガーボンドが完結しなかったこと結構怒っている人がたくさんいて、けし消しからんみたいな感じ、アマゾンレビューとかよく書いてあるんですけど、えー、僕はなんか別に、なんか完結しなくても途中まで面白かったから別にいいんじゃないのかなみたいな感じは思うんですけど。長編漫画の場合はやっぱり 波があるからね気になるってことなんですかねか最後まで面白い作品でそんなないもんね。うん、そうそう、そうそ、ん、う。そういうこと。ベルセルクとかもそうだしね。うん、あれはな作者がなくなっちゃったけど。そうですね、途中かなり瞑想してたからね。うんあ、うんあ、そう、あのー、あそこ、だからその、満員眼鏡のフットボールも、なんかこうラストで、なんかすごく感動するっていう感じではなくて、確かになんかラストとかは、なんかそういうあっけないっていうか、 まあ、こんなもんか、みたいな感じとかでなんか終わるって感じなんだけど、なんか途中のなんかそのグルーブ感とかすごいわけ。<ー>これ、これすごいな、みたいな感じで、この途中のなんていうんですかね、そのグルービーな感じとかが良いいか,いいかったから、なんかそのラストとかですごく綺麗に終わるっていう感じだと、例えば、ワーニャおじさんとかの方が、なんかすごくこう、構築的になんかやっぱ劇、劇だよ、の、なんか曲だから、その最後のところになんかすごくいい場面を持ってきて、みたいな感じとかあるから、 なんかその方がなんかこう構築的には計算されてる感じだけど、なんかこう、もっと小説だから別になんかそのラストがすごく綺麗に締まらなくても、途中がなんか面白ければなんか、いいじゃんみたいな感じとか,かあるから、<ー>そうそうそう。途中とかがなんかそういうなんかその言葉のなんかこう力がすごいんですよね。なんかその四国の方の変な方言みたいなのとか喋るから、<ー>なんかその喋り方とかもなんかこうおかしくて、そう、なんとかですがとか、がって、 なんとかですよっていうのはなんとかですかみたいな感じでなんか話すんだよ。その愛媛かなんかその、なんかその大江さんのその地元のね、喋り方の人たちの喋り方、村の人たちの喋のり方がちょっとなんか変わっててなんか面白いんですよね。なんかああ。かうん、<laughs> そうそうそう。なそうそう。じゃあちょっとそれは。そう、人っていうなんかその、今 ジャバザハットみたいな、でかいこう女の人かなんか出てきて、その人がこうなんとかですが、んとかですがみたいな話すシャフピカツとか,なんか面白くて、そのそのなんかこう、過食症みたいになって、ものをなんか食べ続けてないとこういけないような,なんか病気になって、体が 180kg ぐらいになって、ジャバザハットみたいな感じになった、あのー、巨人の,その女の人とかのキャラクターとか出てくるんだけれども。うん なんかもう、あれみたいな感じで、な,なんでしたっけあの、その、あの、ホドロフスキーとかはなんかこう、映画みたいな感じはなんかも世界観で、もう、はちゃめちゃっていう感じで、もう、しっちゃがめっちゃがっていうふうな感じで、もう出てくる人がもう、こう、みんなめちゃくちゃみたいな感じで、もう、それですごい暴力的で、アナーキーで、おかしいっていうふうな感じです、ね。うん。もう、めちゃくちゃっていうふうな感じ。ここまでめちゃくちゃな感じを、こう、想像、イマジネーションを働かして、 かける自信がもう自分には全然ないっていうふうに思ったから、まあ、これはノベーベョンも当然か、みたいな感じ。よくこう、変なキャラクターとかいろいろ考えるな、みたいな感じ。結構、あれ、翻訳もたくさんされてる感じなのまあ、そうですね、なんか結構、あのその海外にもなんかよく滞在して、あの積極的にいろいろ活動したので、なんか。 でもこれ翻訳できんのかなみたいな感じ思いましたね。なんかこうニュアンスみたいのって。だからなんか、日本語のこの文体の持ってる面白さをフランス語や英語でどういうふうに翻訳したらいいかなっていうのがあったりするんですけど、話の筋立てとしても面白い。だから、ストーリーテリングっていうか、なんかそのストーリー、物語としても結構面白いから、まあ、ノーベル書れたのかみたいな感じ。なんか、その文章の美しさみたい、良さみたいのをなかなかこう、 翻訳で出すのが難しそうな感じはして、うん、一応英訳と普通訳があるんだね。ただ話の鉢目しさはもう全然なんていうのその村上春樹さんとかをはるかにこうもう100倍ぐらい量がしててなんか春樹さんとかの作品はすごい温当で、えー、なんていうの常識的な範囲でなんか行くけど、うん、大江さんの作る話はめちゃくちゃっていうような感じです。 だって、いきなりなんか冒頭からして、僕もなんか親友が死んだのだみたいな感じで、親友はなんか顔を真っ赤になんかこうペンキで塗って、こう肛門にキュウリを刺して、首をつって死んだのだみたいな感じから始まって、なんかいきなり冒頭から意味もよくわからないじゃないですか、なんか。顔を真っ赤にペンキで塗って、肛門にこうキュウリを刺してものは、親友は首をつって死んだって。とか、そこから始まるんです。だっていきなり。 それううに対するなんか合意的な説明とかは何もない。ど、ど、どうして肛門にキュウリなんだとかそういう <laughs> 説明はないんですよ。親友が死んだっていうふうな感じな。顔がこう真っ赤にペンキに塗って肛門にキュウリを刺して首をつって死んだ。うん。っていうところからみたいな感じ。うん。それで、その、その親友の遺体をどういうふうに、そう親友のそうおばあさんと一緒に処理したかっていう描写が延々と続いてみたいな感じ。<laughs> 一応電子書籍に電子書籍で読んだ方がいいかもしれないです。字がでかくできるからか。ああ、そうね。うん、目に優しいですかね。そうかもしれないね。じゃあちょっと、これ d l e Paper White、まあ、で読むのはおすすめですね。<ー>うん、いつまで読めるかわかんないけど、うん、とりあえず読んでく、ね、ださい。読み始めると引き込まれるような感じがします。サウさんの好みからすると。あ<ー>異様な世界に興奮。 引きずり込まれてって感じ。そういうあの、ホほどろ好き的な。いいですね。やっぱり、はいろいろ。いい作品がたくさんあって。そう、いな、なかなかでも、で、で、出会わないっていうか、なんかどれがいいのか、ね。読んでみないとわからないから、うん、こう読む前、映画もそうだけど、なんか。見て終わって、つまんなかったみたいに思うのが、ほら、十本中九本ぐらいは学会っていうふうな感じだからなんか、うん。でも、見る前にどれが面白いのか、わかんないんですよね。 それが問題なんですよ。確かに確かに。か本はでも途中で挫折して結構。まあでも映画とかドラマも途中でやめますけどね、なんか。か途中で嫌になったらすぐやめるのがいいと思います。だから、万円元年も,もう嫌だなっていうふうに思ったらすぐやめたいと思いますそし<ー>たら最初のだ友達がいきなりなんか顔ペンキ塗って、なんかその肛門に給料させて死ぬところは、その頑張って読みと <laughs>、その遺体を処理するところは、その <laughs>、 頑張って読まないと、その後の話は続かないから、なんか、うん、そこで最初僕挫折しましたから、ね、意味がよくわからなくてな。でもそこを、切りを抜けるように突破してそこを抜けると、あとはなんか結構会話の、会話の文章とか増えてきて、うん、そうするとさすがに会話だから、ほら、読みやすくなってきて。うん、字の文みたいなのじゃなくて。じゃ、まあそういうことで。そうですね。そう。<laughs> 良かったですってことで、だから僕の中、人生だから良い,いことがあったって、ね、うん、良、うん、かったです。それは本当に。はい。